今回は神社での参拝の仕方をお伝えいたします。まずお賽銭を入れた後二礼、二拍手、そして自分の氏名、住所、生年月日を伝えていきます。そしてその神社の主祭神、祀られている神様の名前を述べてから、いつも見守っていただいていることへの感謝を伝えていきます。今回参拝した伊勢山皇太神宮は天照大御神様が主祭神になっておりますので、天照大御神様守りたまえ、先祝えたまえとお伝えいたします。これは神様どうぞお守りください、幸せにお導きくださいという意味になります。そしてここからお願い事を伝えていくのですが、ただお願いしますとお願いするのではなく、自分はこうなりますと宣言をするという誓いの形にしてください。さらに神様に感謝の気持ちを込めてご挨拶をして、最後に一礼をして参拝が終了となります。ぜひお試しください。